月岡温泉、月岡温泉の一月岡温泉は、新潟県柴田市にある温泉及び、それが所在する地名、温泉街新潟県を代表する温泉地の一つ、日本の温泉百選では、例年、比較的上位にランクインする旅館、ホテル、開き湯百年を控えた2014年から、各種の催しが開催され、近年は観光協会を中心としたものから、 各旅館や商店が行うものまで町おこしが盛んになっている。かつては温泉以外は何もないと言われバブル経済期に年120万人いた観光客数はバブル崩壊後に半減。旅館も3分の2が廃業、閉鎖された。その後歩きたくなる温泉街を目指して再生に取り組み蒸気の開け湯100年に合わせて温泉発祥地を観光協会が 陰泉もできる、源泉の森として整備。また、旅館の若手経営者らが設立した合同会社、ミライズが空き家を活用して、既存店舗と競合しない体験型店舗を、相次ぎオープンした、せんべいを手焼きできる、新潟米家電、ワインや雪室貯蔵したコーヒーを販売する、新潟飲み物港など、さらに商店街の空き地に、和風庭園、月明かりの庭を設け、商店街の外観を、 なるべく茶色にする、景観改善に取り組んでおり、日帰り客も多い。温泉街にはこのほか、カフェや駄菓子屋、足湯、昔ながらの饅頭屋や酒屋のほか、寿司屋、居酒屋など様々な店舗が軒を連ねる。また、芸儀が現役である数少ない温泉地である、美肌に対する効能があるとされる、万代熱海温泉、岩木湯本温泉と共に、万越三美人湯に数えられる。 硫黄成分濃度の高さで知られ、その含有量は、万座温泉に次ぐ日本で2番目の含有量である。硫黄泉としては、珍しい弱アルカリ性であり、肌に優しい流行泉として、多くの女性から親しまれてきた。また、塩化物温泉らしく、温熱効果が高く、湯冷めにくい温泉として、健康増進にも効果が高いとされている。流行泉への入浴は、 入浴剤と間違われるほど美しいエメラルドグリーン色を呈しているが季節や天気などの気象条件により乳白色などに色が変化する場合もある。昔人は夕色を見て翌日の天気を予想したと言われる。温泉街の周辺には地産地消と食育のテーマパーク、月を乾くワクファーム、ガラス作り体験施設や刀剣伝承館などを有する公園。 月岡カリオンパークといった集客施設が立地する。また、共同浴場、元指人の泉も設けられている。月岡温泉発祥の地の石碑対正を4年に開ける。現在の月岡温泉発祥の地の石碑付近の石油掘削中の井戸から50度を超える湯が湧き出し、本間修三郎氏がそこに共同浴場を建てたのが、月岡温泉の始まりと言われている。共同浴場の隣に、 青木館が、当寺宿を開業。続いて、何は屋をはじめとする当寺宿が数多く立ち並び、合わせて、新規、久屋などの自炊のための商店も現れた。大正末から、昭和初期に新しく、温泉を掘り当て、現在の足湯付近に2階建ての共同浴場を、中心とする、新湯温泉団地が整備される。従来の旧湯と合わせて、当寺場としての月岡温泉が出来上がる。その後、 近代的温泉地としての発展に向け豊富な湯料を求め掘削を進め、昭和32年、それまで一つだった宇宙旅館を、25の旅館を宇宙完備とした。昭和61年には全旅館が宇宙完備となる。昭和34年、現在のホテルか大鳥付近に月岡ヘルスセンターと県内初の動物園、高楽園がオープン。その後、月岡ランドと 月岡ヘルスセンターと解消した。園内のグリーンステージでは、多くの著名な歌手が歌い、山口桃江やドリフターズなども出演し、活況を停止、新潟県内外から来る多くの家族連れで、賑わうようになる。現在でも歌われている、月岡光太や月岡よさこいは、この頃作られ、昭和初期より集まり始めた芸妓の数も、昭和50年代には150名を超えた。 上越新幹線や高速道路の開通に合わせて、大越後かかしの祭典など、様々な観光イベントが模様され、団体旅行ブームもあり、平成10年度には、年間入り込み数が78.5万人と、月岡温泉会議以降最大となる。その後、団体旅行から、個人旅行へ、旅行志向も変化し、入り込み数は減少する、増加する個人旅行客へ向け、 新潟県内の前作桜の酒が楽しめる、越後の酒店ゆこや、恋人の聖地プロジェクトなどを開催。足湯広場、石畳通りの整備などの事業も進められている。近年では、世界の鍋グランプリや、SPA ソニックなども開催されている。公共交通機関、自家用自動車、観光バス、ありがとうございます。